よもんにゃませよ。もごもごみ今日は皆さんが大好きなドラマ、トギ2010年のドラマなんですけれども、そのドラマの内容と歴史の違いをちょっと説明してみたいと思います。それによってもう一度とを見たら楽しくなるんじゃないかなと思うその企画なので、皆さんもぜひまたとをご覧くださいね。 じゃあ、一旦まず、トギは韓国でも大人気でした。最高視聴率が29.1%で、当時は韓国でいろんな放送局が増えていたので、この視聴率は実際はもうほぼ50%と言ってもいいぐらいの視聴率だと思ったらいいんですね。で、もちろん日本も含めて海外にも大人気でしたね。で、このトギを作った監督の方は、イー・ピョンウン監督で、皆さんがまた大好きな、ホジュン、 ャングイさん、ファンドなどのドラマを作ったとっても有名な監督なんですよね。で、韓国でもとっても人気だったので、2010年当時の授賞式でも圧勝しましたね。トギ役のハン・ヒョジュさんは演技大賞と女性人気賞をもらって、で、 祝蝶のジジニさんは男子最優秀賞をもらって、で、またその延期がとってもすごかったということで、イチャイチャ賞というのももらいましたね。で、チャン・ヒビン役のイ・ソヨンさんは女子の優秀賞をもらって、で、イニャン王孝役のパク・ハソンさんは女子の新人賞をもらうなど、ほとんどの賞は全部同意が持っていたと言ってもいいぐらいの状況でしたね。 で、もしかしてなんですけれども、まだド議を見てない方がいるのかなと思って紹介すると、簡単に内容を説明してみたら、一般人であったド議に、ある日、ある男が現れて、二人はそれで縁を結ぶんですが、 実際その男は王様でしたねでそれでまた偶然に峠も後ろに入ることになってそこでまた出会って2人は恋をし始めて、えー、結婚までするそしてその愛を邪魔する邪悪な悪党を倒し2人は永遠に結ばれるめでたしめでたしみたいなストーリーだったんですけれども簡単にいたらなんですけれども、えー、とても面白くてとても楽しくて敵もいいドラマなのでまだ見てない方がもしかしていらっしゃいますか ましたら見てください NHK さんからも DVD が発売されていますので近くの DVD のレンタルショップにいらっしゃるかとても面白いドラマなのでこ購入を考えてもいいんじゃないかなと思うぐらいです。じゃあこうやってとても楽しいドラマとに今から実際の歴史とドラマのために内容を変更するしかなかった部分の違いを説明してみたいと思います。 じゃ一旦まず主役のイメージが違うという話は以前から私がずっと言ってましたね。じゃ一旦まず王様のすっ とってもロマンティストで可愛い王様だったんですけれども、そして、ドギ、まあ、とっても可愛くて綺麗な女性だったんですね。そして、チャンヒビン、またはその兄弟のチャンヒジェ、権力のために何でもやるという悪党の役でしたね。で、この三人のイメージが実際の歴史とはちょっとかなり違ってですね。えー 王様のさまの祝蝶のイメージがちょっとどっちかといったら一番再現できたというドラマが見たい場合は、手枠をおすすめします。こちらのスクチョンが歴史に一番近いと言われています。そして、同意の場合は、たく同じ時代のドラマ、ジャン・オクジョンがありますよね。その時のチェスクビンという役が同意なので、 歴史に近いイメージが見たい場合は、チャン・オクチョンも、えー、おすすめしますね。チャン・イ・ビンの場合は、まあ、どっちらかといったら、もごもごのチャン・イ・ビンシリーズがー一番わかりやすいと思いますので、時間があったらぜひ参考してくださいね。じゃあ、その次は、トギのお父さんの話から始めたいと思います。 じゃあ、東ギのお父さんはドラマを見てみると、コムゲというとてもかっこいい集団のリーダーで、東ギが10歳の時に死亡したということで描かれますけれども、実際の公式の記録を見てみると、チェ・ヒョンという人で、実、え、際、ー、はチョン・ロクヒンの普通の公務員でしたね。まあ、特に何もない普通の公務員でした。そして、東ギが3歳の時に亡くなりますね。病気で。 で、そもそもなんですけれども、コンゲという手段自体も、ちょっとドラマではかっこよく描かれていますが、祝蝶の時代と、祝蝶の息子である洋女の時代の記録を見てみると、単純暴力盗賊団だったんですよね。いろいろ民間の被害も、えー、えられて、えー、国からちょっと制圧した手段だったらしいんですよね。 じゃあ次、東儀がどうやって宮に入ったのか、その過程もちょっと違うんですけれども、ドラマを見てみたら、ジャガゴンという音楽を担当するところの使用人から宮に入るように描かれていて、東儀っていろんな楽器が演奏できましたね。 でも、公式記録をちょっと見てみると、イニョン王国の使用人として宮に入ります。このジャガゴンとはあんまり関係がなかったんですね。公式の記録に現れるのは、普通に宮に入っていた使用人、国女ではありません。ムスリという先民の使用人だったんですよね。国女より低い身分だったんですね。 じゃあ次は、明宗デビの死の原因なんですよね。ドラマでは、明宗デビが、チャンヒビンとチャンヒゼによって、特撮されるように描かれていますが、公式の記録では、祖ンの病気の回復のために、まあ、お祈りをしている中で、風で死去してしまいますよね。つまり、チャンヒゼは、誰を特撮したとか、ということは、 一切なかったんですよねドラマのためにそのままちょっと犠牲されたキャラだと思ってくださいね。なので実際ここでちょっと本当の歴史とちょっと違う部分がありますけれどもじゃあ一旦まずさっきの名宗デビューの場合はドラマでは異妙王公の位直前まで生存しているように描かれますが公式の記録ではチャン・イビンが 名星デビューによって追い出されてその後またお城に戻るまで感があったんですけれどもその戻る3年前に先に言った風で亡くなりますねつまり簡単に言いますとドラマ上ではこの名星デビューがかなり長く生きていました理由としてはこれなんですね一旦公式の記録ではこの時代に長ャンョルデビューという人がいたんですよ えー、この人の役をドラマでは、名尊デビューがやってったということで思ったらいいかなと思いますね。ドラマ的にキャラが多くなると視聴者が混乱しますので、ドラマの楽しさのためにジャンニルデビューを削除したと思います。そもそもジャンニルデビューは、ジャンヒビンの味方だったんですね。 なので、このドラマでは、やっぱり張ャニビンが悪役でいて欲しいので、見方をできるだけ削除したんじゃないかなと思いますね。 じゃあ、その後、イニョン王子の罪の話をしてみましょう。ドラマでは、イニョン王子が、チャン・ヒビンと、そのナミンという政治派閥に濡れ犬を着せたということになって、廃遺されますけれども、実際公式の記録を見てみると、チャン・ヒビンに嫉妬がすごかった。そして、息子が産めなかった。まあ、ひどい理由ですが、まあ、時代も時代だったので、これも罪になるんですよね。で、王の両親に失礼をして、 以前の動画で説明しましたが、お葬式の自粛期間に誕生日パーティーを大きく開くなど、ちょっと、おの両親に失礼をしたらしいですよね。で、それと、王に嘘をついたとか、旧内の政治で混乱を及ぼしたとか、で、聖者が生まれた時、怒った、つまり、チャン・イビンの息子、キョンジョンですよね。キョンジョンが生まれた時にむしろ怒ったということで、こういった理由で実際は追い出されます。 で、イニョン王公の復帰する時もですね、ドラマでは、チャギービンに濡れ衣を着せられたので、疑惑が晴れたので戻ってきたようになってますが、公式の記録では、ただ、性質を廃位するのはあまりにもひどいので、一旦戻しましょうというか、家臣たちの意見があったので戻ったことになりますね。チャギービンが濡れ衣を着せたという記録は公式の記録にはありません。じゃあ、この流れでチャギービンも見ていきましょう。 チャンギミンの範囲を見てみると、ドラマではイニョン王子に濡れ衣を着せたということで位されたように描かれますけれども、公式の記録ではイニョン王子が戻ってきたので、この序列の問題で自然に、あの、性質にいるわけにはいかないので降ろされた。単純な序列問題だったんですよね。 でその後、チャン・イビンの罪もなんですけれども、ドラマでは、イニョン王国に濡れ衣を着せた、そして、名尊デビューを特撮の疑惑。 そして国家機密を搬出したり、同意と同意の息子の暗殺未遂とか、まあ、いろんな罪があったんですけれども、実際はジャニビンの罪としては、異ン王公を呪った疑いということで、実際死刑までされますよね。実際がジャニビンは同意と同意の息子を殺そうとしたことは一旦記録にはないんです。 その後、闘技の側室入りの違いを見てみると、ドラマを見てみると、イニョン王孔が任命するように描かれますけれども、そして、イニョン王孔が亡くなった後、すっぴんになるように描かれますよね。ただ、実際記録を見てみると、イニョン王孔の復帰、 の翌日即死に入りますねつまり異年王子に実際の権力がない時に普通に即死に入りますので異年王子とは大きい関係はないと思ったらいいんですそしてすっぴんになることも六大王の誕生を即死が復位させてくれるんですけれどもその記念で当時は即死の一番のナンバーワンであるすっぴんになりますよね つまり、同意が即室になるのは、2年多うことは関係がないことを覚えてくださいね。そして、同意の息子、ヨングス王子がいましたね。ヨングス王子は、ドラマでは出生の100日後死亡したことになりますが、まあ、実際公式の記録では2ヶ月で死亡しますね。ちょっと時間が1ヶ月ぐらい違いますね。 じゃあ、そして、東尉の次の息子、洋条がいますが、この洋条の出生の違いも、ちょっとドラマと記録が違ってですね。ドラマでは、宮の外にある普通のお家で出産するように描かれますが、公式の記録では、ちゃんどくんという、でも大きい城で普通に出産されます。つまり、普通に洋条は、お城の中で生まれたことを覚えてくださいね。 で、同ギの性質の違い。つまりドラマでは、スクチョンは同ギを性質にしたい。だからやってくれないかと言ったら、同ギがそんなことはいけません。という断るように描かれますけれども、実際公式の記録では、同ギは性質になりたかったんですよね。ただ、スクチョンがそもそも同ギを性質にする気がなかったんですね。同ギ以外に、同じ時代を描いた他のドラマを見たら、わかる内容だと思います。 そして、イノン王孔との関係。つまり、スクチョンが新しい性質、イノン王子を入れるんじゃないんですか ドラマでは、問いの最後の敵、ラストボスみたいな感じで描かれますけれども、公式の記録では、二人は同じ政治派閥になるんですよ。なので、実際は仲良し、または協力者の立場だったんですよね。そして、呼び方の違いの話もしたいと思います。先ほど言った四女は、一応、側室の息子ではありますが、王族じゃないんですかで、ドラマを見てみたら、国女たちが、 王子ママ、か王んじゃと言いますよね。でもこれもちょっと間違っている表現で、ままというのは、王、性質そして聖者だけ使える一番最高の呼び方なんですよ。なので、普通の王子、でさらに側室の王子である養女にはこういった表現を使ったら大変な問題になってしまいます。で、 トギも自分がお母さんだから、王子とか、王者と呼んでいますけれども、ここで皆さんが覚えてほしいのは、トギは純王族です。王族ではありません。自分の息子ではありますけれども、実際身分的には息子の方がはるかに上なんですよ。なので、こういった呼び方はしたらいけません。なので、公式の記録を見てみたら、正式の呼び方は、王者あぎし。 王子アギシーかヤギというのは子供って意味なんですけれどもこういった呼び方で呼ばないといけないんですよねでその後トギの本当の名前なんですねドラマを見てみたらドラマの名前はもちろんトギなんですがこれ実際はいという漢字が昔の中国で彼女または彼を意味してたらしくてなので意味的には彼女と一緒にって意味なんですよね トラマ的に皆さんがドンと一緒に楽しい時間を過ごしたと思いますので、ドラマを作った人たちがとてもいい名前をつけたと思います。公式の記録を見てみたら、一旦どちらでも、このチェ・イ・スクピンドンの 本当の名前は記録が確認できないんですが、非公式記録があるんですよ。ヨ雲ンサというお寺に、イニョン王子の使用人としてお城に入ったチェ・ポクスンがここにいましたという話があったので、一応非公式記録ではありますけれども、チェ・ポクスンが同意の本当の名前じゃないかなと今の韓国人は思っております。 で、かちェの違いの話もしてみましょう。以前の動画でも説明したと思いますが、この時代は実際かちェという、こんなの見たことありますよね。これがとても流行った時代なんですよ。 ただ、イ・ビョンウン監督はこれをかけて演技をするのがとっても辛いというのが分かっているので、トラウマでは省略しましたが、実際この時代はこういったカツラがとても流行った時代なので、実際は皆さんが見ているような形だったということも覚えてくださいね。じゃあ次はトラウマの裏話をちょっと話してみたいと思います。 じゃあ、指輪の話がありますよね。まあ、これは皆さんもよくわかると思いますけれども、イニョオオコウが名尊デビューとお茶を飲むときに、翡翠の指輪がありましたね。で、この指輪がスクチョンが同ンに渡して、で、その同ンの息子であるヨンジョがドラマイサンで、孫孫ン,ン,ンにこの指輪を渡す場面がありましたね。まあ、遺産も同ンも同じ監督だったので、このドラマは繋がっているという演出として見てくださいね。 で、チャ・チョンスの役割の変化。じゃあ、ドラマを見てみたら、トギのソウルメイト、チャ・チョンスがいるんじゃないんですか実際この人は、もともとは三角関係のライバルとしての主役だったんですよ。スチョンとトギとチャ・チョンスが、三角関係の恋のライバルだった役だったんですけれども、えー、スクチョンの演技があまりにも面白くて、韓国で大人気で、 むしろいコンのストーリーが韓国人にはピンとこなかったようであまり人気がなかったので途中で企画が変わっちゃいますよね。のライバルで最後まで活躍する予定だったチャチョンスがドラマが進むほど普通に動員を守ってくれる見守ってくれるボディガード役になってしまいますよね。これに関して監督はこのチャチョンスの俳優さんベース・ビンさんにかなり申し訳ない気持ちを持てたというインタビューもありましたね。 そして、ポジョルの衣装のお話。ポジョルというのはドラマを見てみたら、どっちかといったら警察みたいなことを、朝鮮ではポジョルと言ってましたけれども、公式の記録は皆さんがいろんなドラマで見てるように、白と黒の組み合わせ、日本のパトカーみたいなような色の組み合わせだったんですけれども、闘牛を見てみると、すごく派手で、赤とか青とかいろんな色がありますよね。実際これは、同じ放送局の1年前のドラマ、千徳女王。 で使ってた服をそのまま改良して使ってたらしいんですよ。 えー、つまり、イ・ビョンウン監督は他のドラマと差別をしたかったんですよね。とっても映像的な面も気にしてたドラマだったんですね。それで皆さんもご存知のように、トギはとっても人気があったドラマだったので、ポジョルの衣装がですね、その後のドラマにもそのまま使われます。ドクター・ジンで、まあ、チェ・ジュンさんが着ている服、また他の人たちが着ている服もトギで使われた服そのままなんですよね。で、太陽応を抱く月もトギと全く同じ服を使って るの確認できますよねそして「奥にょ」というドラマでも全く同じ衣装を使い回ししていました。実際この MBC の時代劇のイポジョルたちの衣装は記録とは全く関係ないことを覚えてくださいね。 そして最後に、えー、トギンはとても人気があったドラマだったし、当時結構時間に追われて撮影してたらしくて、こういったのもありますよね。第4話を見てみると、後ろに車が通ったり、朝鮮時代に車が、そして47話を見てみると、王様の方の方にゴキブリがあったんですよね。また、26話を見てみると、船の場面で、モーターボートには見えるような水の泡とかが確認 できますよね結構時間に追われて作ってたのでこういった細かいところまで気にする余裕がなかったと思いますが視聴者としてはこんなの見つかるのも楽しみの一つなんですよね。 じゃあ今日はここまでです。韓国人も大好きで、日本人も大好きなこのドラマ、ドギ。最近も時々ドラマ、テレビで流してくれているようなんですけれども、皆さんがまた時間がある時にドギを見て、歴史の違いを分かった上でドギを見ると、また他の楽しみが湧いてくるんじゃないかなと思って作ってみました。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃこまをよ。여러분、今度また新しい動画で伺いたいと思います。여러분、안녕